します。お願いします。全くね、全くね、ほんまの奇跡。ランダ戦やった気がする。ランダ戦でした。練習試合よ。練習試合、はい。もう試合が決まるというか。そっか。はい。そこで気づいたのね。これから維持してる感じですね。もう死ぬ気でいきます。死ぬ気でいこうぜ。メンタルよ。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。最終日ですか。はい。いよいよ最終日です。いやーもう寂しいな。でももう最終日はやってきてしまいました。やってきましたね。はい、最終日は、はい、みずほペイペイドーム福岡でございます。あー、来ましたね。グランドまで降りられるって、はい、お聞きしてるんですけど。そうなんです。去年も、はい、ホークスの選手たくさん取材していただきましたね。させていただきました。はい、今回もまた新しい今のチームの選手たちをぜひ取材していただきたいと思います。フレッシュな面々を。はい。またお話を伺わせていただけるんですね。そうなんです、たくさんいますから。いやちょっと本当にね、はい、楽しみなんですよね。去年中村明さんお話しさせていただきましたけど、今年の中村明さんまた違った雰囲気出てるんで。もうやっぱりそれはガンガン伝わってきますか。ガンガン伝わってきます。テレビ越しから伝わってきますね、やっぱり。あの鋭い目、獲物を噛むもの。高校時代の中村明さんが帰ってきてる。ちょっと一個懸念点がありまして。どうしました。今日杉谷さんが来ることをチームに伝えたところ、はい、えまた来たのと。いやまた来たのってなるんですか。あんまりウェルカムじゃない。なんでウェルカムじゃないですか。まあでも普通に考えたら部外者ですからね。あの OB でもなんでもないし。そう、しかもなんかあれ昨日の筑後にいて、なんかその前も確かドームに来たって聞いて、まだいるのっていう感じ。いやそうですよね、4日目、はい、秋が来てます、もしかして。そうなんです。なんで今日なんと、はい、杉谷さんから頑張って選手捕まえていただかないと、もしかしたらあんまり取材できないかもしれないんですよ、はい、いやそうです、今連戦中でね、しかもあの疲労も来てますから。そうなんですよ、もう、はい、デーゲームからの、ね、デーゲームからで、さよなら勝ち、さよなら勝ち、さよならでまた勝って、まあ、連勝してるからね、はい、選手の気持ちも多分、高揚してると思うので、はい、うまくね、行き過ぎず離れ過ぎず、はい、そこの駆け引きだけは、はい、中村さんだけは、行き過ぎず、行き過ぎず。あ、はい、もうそこはもう、杉谷さんの手腕に今日かかってます、ね、任せてください、まあ、高校時代からそこの、 境界線っていうのは常に保ってましたから、はい。今日なのでもう期待してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。おはようございます。おはようございます。いやちょっとあのホークス TV さんでまた今年も来させていただいてます。あ、なんかベンチ変わりました？仕事してるわ。ベンチ変わった。仕事してるわ。ベンチ変わった。太ったね。太りました。めちゃくちゃ太りました。やっぱいいもの食べて体動かさなくなりましたもん。いやもうやっぱ美味しいものたくさん食べさせてもらったんですよ。てか、アキラさん痩せたっすね。まあ運動してるから。いやまあそうっすね、そりゃそうっすよ。だいぶ構え変えたっすね、今年。年とともに変更してきたんですか。そうだね。僕どっちかってなんか高校時代にちょっと近くなったかなと思いましたけど。まあ足上げてないしね。まあ足は、はい、だいぶ低くこうしましたよね、こう。アフリカンシンフォニーが流れてきますよ。デーデレッ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 デ。あ、ごめんなさい。もうだってアキラさんと会ったの僕小学校4年生の時なんですよ、ね、岡ファイターズですもんね。岡ファイターズで埼玉にすごい怪物がいるっつって僕キャッチやってたんですよ。でアキラさんがもう打席構えた瞬間にもう投げるとこないなって思ったのがガーンって打って、まさか帝京高校でアウトはね。僕でもアキラさんから3本ヒット打ってますから。マジ打ってますよ僕右で、はい、内容が覚えてない。でもなんか乱打戦やった気がする。乱打戦でしたもん。練習試合やもん。練習試合です、はい。めっちゃ懐かしい。懐かしいわ。ちょっとまた応援させていただきますのでよろしくお願いします。なんかこいつえらい人気者になったわ。あの杉谷さんと写真撮りましたみたいな。ありがとうございます。インスタにめっちゃ上がってたけど。僕もちょっとすいません、はいはい、まああの福岡の形がすごい温かい形で、そんな有名人なんです。すぐ行きます。はい。そちらにいらっしゃったのに。こちら。いやいや、お前の姿が見えるからさ。よろしくお願いします。大丈夫ですか。チームの状態を。大丈夫ですか。今日ので明らかにどうですか。最高ですよ。チームの鏡ですよ。選手の鏡ですよ。準備の姿とか、素晴らしい。打席に入ってくる姿とか、素晴らしい。テレビ越しでもなんか伝わってきて、気迫が。このバリワークが出てるの。
だけ実績あるし、17年目。17年目。ああいうわけ出てねえだろ。出てました。めちゃくちゃ出てましたね。率先して。率先に出てた。ずっと若手だったの、気持ちは。ホークスの強さってそういうところに出てるかもしれないですね。やっぱ素晴らしい。なんか存在含めて若手が全員見てるようなそんなイメージありますけどね。まあそれがやっぱり、ね、継承されていくっていうところがいいところじゃないかなと。いやそうですね。ずっと応援してるのなんかトレーニングはしてます。何なのその狂気。あのただそれあの年末のあれにそうお前ふざけんなよ。すいません、まあ、やっぱりオフシーズンあそこで打って車ゲットしてるんで。なるほど、はい、しっかりトレーニングしてる。でもちゃんとね、現金部からあの挨拶してくれるからね、はい、あれ大して何もしてないのでね。おはようございます。ビジャード選手、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ビジャードです。ここまで、いかがですか。この間昇格したばかりですけども。そうですね。いつも上がってくると、打たねえとって思っちゃうので。食べたよ。でも今回は山川さんにも結果を気にするなんて。うん、そういう人たちを見て成長できるように頑張れって言われて、俺もファイターズの時からずっとリチャードってで空振りしたのにさ、ベンチ戻る時にさ、もうってかわいそうに戻るじゃない。ダメよあれ、もう前向いていこうよ。さないと次繋がんないし。あとね、 Z のバット職人の山崎さんが、はいはい、この間取材させていただいた時に、はい、あの山崎さんがいろんなバットを作った時に、リチャード選手が毎年のようにバット工場に来ていただけるんですよ。それが本当に嬉しいみたいで、でそのバットのこういうのをすり合わせをしてる時に、選手と話す時そんなにね、もう全員平等で気持ちで作ってます。ただリチャード選手だけは気持ち入っちゃうんですよっていうお話してて、バット職人さんの思いも全員の思いが入ってるから、全員応援してくれるから、振ったら絶対に当たる、はい、リッチ当たる、はい、ね、自信持って。何の話してるか分かんないけど、なんで毎年でも行こうと思ったの。まあ、2年目の時に、うん、打てない自分にムカつきすぎて悔しくて、でバットを折っちゃったんですよ。あ、物に当たったんだ、はい、物に当たっちゃって、うん、吉本コーチって言うんですけど、吉本亮さんがこの1本作るにあたってどんだけの人が携わってるか知ってんのかって言われて、うん、それはやべえことやったな俺って気づいてで、その年からありがとうの気持ちと来年もよろしくお願いしますっていうのを、わざとバット工場に行って、はい、めちゃくちゃ素敵な話なんだから、もう堂々と話していいからね本当にその前絶対に一歩につながります、ね、はい、死ぬ気で応援してます。死ぬ気で、僕も死ぬ気で行きます。死ぬ気で行こうぜ、はい、ね、すごいバッティング練習してるんだから、はい、またいろいろと応援させてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。写真一緒に撮ります。山崎さんにも行こうぜ。あ、いいぜ、いいぜ。いや嬉しいよこれ、山崎さん。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくね。ありがとうございます。もうこのままでいい、このままでいい。ありがとう。ほんま近寄らんでください。お願いします、拓也さん。マジ無理、マジ無理。カイさん、本当にお願いします。打っちゃいけん試合で打つし。お願いします、カイさん。そんなこと言わないで。ちょ、ほんと、テーマ、一つだけ、一つだけ、一つだけ。一つだけ。いや、いっぱいあるけど。なんでや、なんでや。ちょっと、あと、コンちゃんお願いします。いや、じゃあ、結局何欲しいだろ。全然インタビューしない、あの人。ここまでどうです？チームの状態もそうだけど、自身の状態も。まあ、なんか5番は新鮮で、こうやらせてもらってますし。前に山川選手、柳田選手がいたりとか、やりやすさは結構あるんですか？いや、逆にこんなにチャンスで回ってくるかみたいな。得点圏ね。そうっすね、もう少し楽なところで打たせてくれよとは思いますまあ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 、うん、そういう打順ですし、うん、ね、山川さんが一振りで、うん、決めてくれる時もありますし、また僕が打てばその1点で、なんていうんですかね、こう試合が決まるというか。そっか、はい、僕の一歩、そうですね、ダメ押し、まあ、そういう場面が多いかなっていうのは、うん、まあ、試合勝ち越しとかこの状況を優位に進めるっていうよりは、本当に相手にとどめを刺すというか、うん、そういう一本が出れば、まあ、いいのかなと思ってますけど、ね、昨日もしっかり打ってるしね。まあまあまあ、
体的にはもう連戦ずっと今続いてるけど、まあ全然大丈夫ですね今のところは。はい、まあ本当怪我なく143試合っていうのは目標ですし、はい、この間さ3試合連続スカムラ勝ちあったじゃない、はいはいはい、あれどんな気持ちなの。いや全部劇的展開全部違うじゃない、だいぶ前のめりで興奮してたけど、やっぱ最後の試合はまあ正直、うん、なんかギーさんのやつは、うん、ホームラン打って終わっても影響勝ったみたいな、そんな感じでしたけどね。チームの雰囲気いいでしょ、勝ってから。いやもちろんそこはいいに、越したことはないと思いますけど、やっぱり上の先輩が隙を見せないんで、やっぱそういうところも大事なのかなっていう、僕はついていくような感じでやらせてもらってますから。大丈夫さんもそうだけどさ、明さんもありがとうやってんだって。そうです、はい、あの背中でさ、すごいよ、かっこいいよね。あの普通さ、はい、あのなんか中津さんと西川さんがやってるインタビュー、はい、すぐ来るでしょ。僕いやちょっとYouTube、はい、ぜひさせてください。シーズン終わってない。3番目宮です。先にありがとうこの間。じゃあ4番目4番目。おかしいじゃないですか。お願いします。本当何番目でもやらせてほしい。近藤選手の今のこの野球観っていうのを記録として残させてほしいです。近藤選手ぜひよろしくお願いします。やらしい話になってたじゃん最後。ご無沙汰します。元気そうです。いやもう皆さんここまで、はい、今回ホークス TV とまた次の YouTube でこのコラボという形で来させていただいたんですけど、はいはいはい、あ、そうなんですね。ここまでいかがですか、この自身の成績、またチームの成績含めて。いや、めちゃくちゃいいと思います。めちゃくちゃいいですか。はい、あのご自身この間さよならホームラン打たれてましたけど、はいはい、なんかこう狙ってたんですか。やっぱり全く狙ってない。全く狙ってない。ほんまの奇跡。だってもうスタートでしたもんね。そう、今日俺で試合終わりかみたいな。連勝止まるなと、うん、ゴタコで俺最後のバッターかぐらいの気持ちでほんまに行きました。そしたら、うん、奇跡が甘く入ってきて引っかかって。え、サヨナラホームラン打ってる気持ち、どんな気持ちになるんですか。いや、めっちゃ興奮します。やっぱ打った瞬間に入るかな、はい、それともあ、いったってなるんですよ。これワンチャン入るなみたいな感じでびっくりしました。歓声ってやっぱりすごいっすか。そうっすね、やっぱりあの野球やっててよかったなっていう感じですかね。こんな快感というかないですよね。柳さんのパワフルなプレー、はい、ずっと現役時代見させていただきましたけど、はいはい、なんかこう参考にしてる選手とかやっぱいたんですか、小さい時。いやもういろんなやっぱすごい選手を、はい、いろんな選手見たんですけど、はい、やっぱり、うん、ちっちゃい頃野村さんとか金本さんとか広島出身ですよね。そうそうそう。でプロ入ってから糸井さんとか、はい、ずっと見てました。はい、少年時代広島の時は、はいはいはい、もうあのがっつり広島ファンですか。がっつり街中広島のキャップかぶって歩いてたりとか。あ、もうがっつり学校とか学校カープの帽子かぶって学校行ったりとかしてました、ね。はい、え、じゃあ今あのたまにこう広島帰って試合するじゃないですか。はいはいはい、なんかカープの夢を見るとやっぱりちょっと、はい、あ、昔見てたなって感じなんですか。うん、いや思い出すね。やっぱ100回以上歌ったね。100回以上、はい、本当に本当にそれぐらい野球も、はい、愛してたんですね。そうそうそう、めっちゃ好きでしたね、はい、野球が。ホークスに対してこのホークスのチームにずっとこう、はいはいはい、年月経ってますけど、はい、このチームはいかがですか、はい、柳田さんから見て。最初はやっぱすごいレジェンドというか、松中さん、国防さんとか柴原さんとか田村さんとか、はい、もう、うわ、肩身が狭いテレビで見る選手ですか。そうそうそう、すげえなっていうふうに思ってて、はい、あの内川さんとか松中さんとか、まあ、一緒に試合出させてもらって優勝とかさせてもらって、まあ、今こうやってまた選手が変わってね、若い選手がいっぱいいるんで、今は山川選手、近藤選手、そうそうそう、いっぱいいろんなチームからも来てもらって、やっぱりでもどの時代もやっぱ楽しいなっていう。野球は楽しい、はい、わ、嬉しいですね。気がしますね。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃいい匂いする。頑張って。何の香水使ってるんですか。ディオール。めちゃくちゃいいよ。めちゃめちゃいいです。頑張ってね。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張って。どうぞ。タケ、お久しぶりです。抱きしめてやりたかったんだ、俺、お前を。タケ、ありがとうございます。久しぶりだな。お久しぶりです。マジで久しぶり。マジで久しぶり。めちゃくちゃ頑張ってるね。よかったじゃない。こんだけなく投げさせてもらって、あんまりね、鎌ヶ谷のね、本当のロビーでこのぐちぐち言ってたタケじゃない。言ってない、言ってない。あ、言ってない。言ってない。言ってない。いや、よかった。でも本当、はい、いかがですか、こうホークスに入って、はい、このチームの雰囲気。いや、非常にやっぱ楽しいです。やっぱケニーさんがいないファイターズも楽しかったですけど。楽しかった、はい。ケニーって呼んでるからね。もうあ、ケニーさん。初めて聞きました。そうなんですよ。ファイターズの
その鎌ヶ谷組はみんなケニーさん、ケニーさん、ケニーさんって僕ちょっと嫌だったんで、そうもっと短く行こうぜ、ケニーさん、ケニーさんです。そうなんですよ、タケ、僕はタケなんですよ。誰も多分タケって呼んでないですけど、呼んでないです。あ、呼んでない。ケニーさんだけです。いやでもさ、今さ、はい、投げれてるじゃない。はい。初勝利、どう？勝った時の気持ちはどう？いやもう本当さっきの大スターの柳田さんが打った瞬間の興奮がすごくて、だってベンチにいたよね、だって、はい、でこう挨拶して、でこうビジョンに僕が映ってたんですよ、うん、えっみたいな、そこで気づいたの、はい、あ、なるほどね、もう興奮しすぎて、あ、そうっす、はい、あ、これ打ったら勝ち投手とかじゃなくて、ない、なかったっす、チームが勝った、はい、ただそれだけ、そうです、それで初勝利、え、そのボールどうしたの、あ、ボール、今、ロッカーにあります、あ、返してもらったの、返して、はい、なんかファンの方が戻してくれて、ちゃんともそれ大事にしなよ、はい、ギーツさんに記念にサインもらいました、ボールに、それは嬉しいね、それは嬉しい、そうです、ちょっともうこれからもずっと応援させていただきます、はい、ありがとうございます、お願いします、元気で、はい、ありがとうございます、頑張るね、ありがとうございます、もう練習 の合間を縫って来ていただきまして、はい、ありがとうございます、マオは僕ね同級生なんですよね、はい、あの高卒で入って大卒で入って、だからもう勝手ながら、意識させていただきました、こちらこそ、もう入ってきたぞと満を持して東浜奈緒世代、そう言われたら選抜でも優勝されてましたしね、でもねこれね僕奈緒に伝えたいと思ってて、僕ももしかしたら沖縄尚学行く可能性もあったんです、え、マジっす、え、マジ、可能性本当にあって、沖縄ちょっと撮影に行けないなって思いながらそしたら提供行って選抜優勝してたでしょ、うん、あの時に今行きたかったって思ったけどショートに西目いたでしょ、あ、いたいたいた、西目いい選手だな、右投げ両打ち一緒じゃない、そう一緒だからもうあ、同じような選手だなと思いながら中央大行って、でそんなね話もあって、いかがですか今今シーズン始まってまだ1ヶ月ちょっとですけど、そうですね、まあ4試合投げて、まあ状態はオープン戦から維持してる感じですね、去年に比べてもやっぱりまっすぐだったね、ファイターズ戦とかなんか意識しました特別、そういうこと、ケンシがいた時とか、うん、春聞いて、コンちゃんいて、タクがいて、中津さんいて、ヨダイカンさんとかもやっぱいい、いい打線のイメージで、投げてちょっと嫌だった、嫌だった、ちょっと球数使うイメージ、あー、そういうことか、じゃあ投げる前からもう対策練って、そうそう、対策練ってしっかり投げようみたいな、今どうですか、ずっとソフトバンクホークスに入団されてからもうずっと一筋でやってますけども、チームの雰囲気もそうですけど、はい、年を重ねるごとになんかこうチームってやっぱ変わってるなって印象あります、いやでも自分らがちょうど出始めた時ぐらいのメンバーがまだ全然、柳田さんにしろ、そうメンバーにしろ、拓也にしろ、その時そうか、柳田さんがまだ44番、そう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 、で、中村さん60番、そうそうそう、竹谷さんもいるし、で、健太入ってきて、そうそうそっか、その時か、そうそう、だから、あんまり違和感はないかも、本当に、うん、でもあの時の気持ちさ、今さ、ピッチャー陣めっちゃ若返ってるじゃない、若い選手出てきてさ、確かにちょっとこの年になってきたらさ、もうなんか立場が違うじゃない、それどう感じます？いや確かに若い時はなんか、自分の成績をまず見る。で自分が結果を出してチームが勝てばいいだったけど、やっぱ 今はやっぱ投げてる試合はチームが勝ちさえすればそれでいい、意識変わってくるよね、ちょっと変わってきた、和田さんとかがで外国人選手がいて、そしたらなんかこう自分の気持ち、そうそう、自分の球投げれたけど、そうそう、今違うもん、今なんかそこだけじゃなくて、まあ、チームのつながりとか先発の流れとかそういったものまで考えて、配球もそこも影響してくるし、なるほどね、そうそうそう、考えることはやっぱ増えたっすね、30次でもう4になるのかな私たち、はい、34歳になってさ、なんか体の変化とかさ、投球の変化ってちょっと変わった、あでも体は若い時より今の方が動く、めちゃくちゃそうトレーニング、その若い時にめちゃくちゃトレーニングしてて、うん、試合、ね、本当2日前前日ぐらいまでやる時期もあって、うん、でもまあやっぱそれは先を見て 4,5 年後こうなってたいっていうのがあったから、それに向けてやってて、で今ちょうどその年になってきて、球速も昔より上がってるし、いやそうだよね、だってもう平均球速150は近くまでは上がってきてるから、球強って思うもん毎年特に今年は思う、あだからそれはやっぱずっとやっていきたいし、
もうその時からもう4年5年先見据えてたんだね。見据えながらも結果残さなきゃ。やば、超かっこいいじゃん。それがうまくいくかわかんないけど、まあまあ やってみようかな。でもなお投げててさ、この投げにくい野手って言ったら嫌だな。アルカンタラめっちゃ打つじゃん。打たれてたね。2年前 ?3 年前 ?3 年前ぐらいかな。そう、データ見たらなんかもうずっとアルカンタラだったじゃん。あれ全部ホームラン。何があったのあれは。わかんない。相性なのか。なんか吸い込まれちゃうそこに。え、得意なバッター、得意な、あの苦手なバッターやっぱいた、ピッチャーいる。やっぱアルカンタラが一番、多分相性的には一番打たれてる。逆に得意というか、こういうバッターだったら俺抑えられてるなとか、やっぱ。でもどうだろう、まあ、やっぱシンカーがあるから。そっかそっかそっか。結構こうブリブリ振ってくるバッターに対しては、うん、まあホームランももちろん打たれることはあるし、うん、打たれるときはあるんだけど、どっちかといえばそっちの方が打ち取ってるイメージは強い。あー、ポツッと当てられるよりは。ブリブリ。じゃあそれこそファイターズの時嫌だったんだ。嫌だったね、拓也とか振ってくる、振ってくるバッターが。あー、なるほどね。いや、ちょっともう今日ね、本当はね、いろんなテーマもうたくさん聞きたいことあるんですけど、今回テーマがありまして、もしもホークスの選手の中で能力を奪えるなら誰の何が欲しいっていうテーマなんですよ。能力を奪えるなら、もう例えば投球術もそうだし、変化球もそうだし、まっすぐもそうだし、なこの性格だったり、何があったらもっと自分のその選手像がプラスになった、はいはい、こう引きずるタイプだから、やっぱポジティブな人は憧れる。そのメンタリティ欲しいって思う。え、じゃあホークスじゃなくて杉谷健士のメンタリティが欲しい。あ、もうそれは欲しい。鋼だと。え、ちょっとなんかいい、俺のメンタリティでいいの？いいよ。あるならもうちょっと勝てるかなって。これもあれですね、東浜世代じゃなくて杉谷世代ですよ。いや、まあそれはね、ちょっと言い過ぎ、本当に。俺らテレビで見てたから。いや、ちょっと待って、本当にいいの今ので。杉谷健士のメンタリティでいいの？いいよ、はい、むしろそれでいこう。それでいい。いや、でもこれからも本当に1年でも2年でも、ね、ずっと投げてる姿を応援させてください。はい、頑張ります。ありがとうございます、本当に。東浜直世代全力で応援させていただきます。杉谷世代です。やめてください。またありがとう。あしゃあしゃあしゃ。やっぱ同級生は話が盛り上がりますね。盛り上がるのよ、やっぱり。やっぱ戦ってるから。でも本当にいい人だね、なおは。だってもう変わらずいつも剣士剣士って言ってくれるし、でもその割にはあんまり打たしてくれなかったけど、通算成績って2本ぐらいしか打ってないんじゃないかな。いや、でも2本も打ったっけなってぐらい。でもやっぱ同級生と対戦したことってみんな覚えてるでしょうね。悪いの大体忘れてるんで、畜生たち、なんでお前覚えてんだよと思ってましたけど。でもそのなおのなんか人柄、さっきもお話ししてましたけども、若い時はやっぱがむしゃその勝ちっていうのこだわってたけど、今はもうチームの勝ちになればいいっていう話聞いたときに、やっぱエースだなっていう、うん、この長い間このフォークと引っ張ってきたピッチャーの背中ですか、そういったのちょっと感動しましたね。かっこいい。同級生が頑張ってる姿見たら勇気もらいました。はい。昨日からずっとね狙ってたのがあるんですよ。あら、何ですか？中村明さんのタオル欲しいですよね。ちょっとね、本当に欲しいの。小学校の時から見てた選手ですし、帝京高校でも本当に365日あったら1年間358日一緒にいましたから、多分350日ぐらい怒られてましたから。ほぼですね。おい、ここはっつって、はいっつって、こうやって、はい、アキラさんこれ買ってっていいですか？はい、ぜひぜひ。これね、アキラさん、応援タオル1年でも長く頑張ってもらいたい。お願いします。ありがとうございます。いいですね。今日のドームでの取材はいかがでしたでしょうか？充実しました。ホークスの関係者の皆さんは全員温かくてですね、もうすぐ選手たちも剣士剣士って声かけてくださって、もうものすごい忘れない時間になりました。もう一番最初にアキラさんがいたから、やっぱこれもなんか運命なのかなと思います。柳田さんだったり東山選手だったりも数え切れないぐらいの選手お話伺わせていただいたので、もう本当に嬉しい。興奮しちゃってますもんね。はい、はい、でもそんな杉谷さんをもワクワクさせる私たち福岡ソフトバンクホークスの選手たち、はい、改めてどう魅力的に感じていただけましたでしょうか？なんかその一人一人が発する言葉一つに、やっぱりこの勝つんだっていう、とにかく野球で成績を残したい、なんかいろんな高みを持ちながら
個人で戦ってるなってすごい印象的でした。でまた有原投手もやっぱりこう投げた試合は全部勝つ。で東浜選手の最後の言葉、もう自分が投げた試合、自分が勝ちつく以前にもチームが勝てればそれでいいんですって。うわ強いチームだよねって思いましたね。はい。じゃあもう今シーズン楽しみにしていただいて。楽しみ。もうホークスがね戦ってる姿っていうのを常にこう見てますし、このパリーグまた野球界がどれだけ盛り上がるかっていうのをもう全力で応援したいなと思ってます。またくださいチャンス。はい。ね。また来ちゃいます。また来ます本当に。あいつ何しに来たんだって思われるかもしれない。あのタクヤとかに言われるかもしれない。ケンさんほんまに何しに来てんすかっつって。来ちゃいましょう。行きましょう、お願いします。また、はい、ありがとうございました。